サンハイボールクラブへようこそ。2023年11月、サントリーが来年4月の値上げを発表しました。皆さん、またもや値上げやん。今年に入って角瓶やオールドリザーブをやると値上げを断行したばかりのサントリーさん、その1年後にまた値上げをするということをこの11月に発表しました。値上げの時期はですね、2024年4月出荷分から値上げということで、今回はかなりどでかい値上げとなっております。その数、ウイスキーの14ブランド63品目にも上る、かなり大規模な値上げとなっています。我々の財布を直撃するだけでなく、本当にですね、今回のサントリーさんの値上げというのはですね、かなり衝撃を持って SNS にね、一気に拡散して、そしてまあ世の中を駆け巡り、我々の耳にも入るところになったんですけれども、今回はですね、その値上げについてですね、値上げ銘柄について見ていきたいと思います。それではサントリーが2024年4月出荷分より値上げをする品目について、ここから見ていきたいと思います。まずはシングルモルトジャパニーズウイスキー山崎、こちらから見ていきたいと思います。山崎ノンエイジ 180ml、 現行価格1375円から新売価が2145円になります。続いて 700ml のフルボトルサイズは4950円から7700円に。続いて山崎12年ミニチュアボトルが現行価格が968円から新売価は1452円と大幅アップです。同じく山崎12年 700ml が1万1000円から1万6500円、山崎18年 700ml で3万5200円が驚きの6万500円、そしてハイエンドモデルとなる山崎25年 700ml が17万6000円から大幅アップの39万6000円となっています。続いてシングルモルトジャパニーズウイスキー白州、こちらはノンエイジ 180ml ボトルが1375円から2145円、 700ml ボトルが4950円から7700円、白州12年 700ml ボトルが1万1000円から1万6500円、白州18年 700ml ボトルが3万5200円から6万500円、そして白州ハイエンドの25年が 700ml ボトルで17万6000円だったものが、こちらも大幅値上げ39万6000円となっています。続いてブレンデッドジャパニーズウイスキー響きブランドですが、ジャパニーズハーモニーが 700ml で6050円から8250円、続いて響きブレンダーズチョイスが 700ml ボトルで1万3200円が1万6500円に、響き21年は3万5200円から6万500円に、そして響きのハイエンドモデル30年が17万6000円から、こちらも山崎や白州と同様39万6000円に大幅アップとなります。続いてシングルグレーンジャパニーズウイスキーチタ 700ml ボトルが現行価格が4400円に対し、こちらも大幅値上げの6600円となります。そして皆さんおなじみ青ですが、こちらはハーフボトル 350ml が現行価格2750円から3300円に、フルボトルの 700ml は5500円から6600円に、チタと青が値上げ後は同価格に位置することになります。そして今回の値上げで角やオールド、リザーブ、ロイヤルは対象外となっているんですけれども、その分トリス、レッド、ホワイトが値上げとなります。トリスはエクストラの値上げの発表がないので、ひょっとすると終売になる可能性もあります。今回発表されているトリスは全てクラシックとなります。それでは見ていきます。 180ml が
現行314円に対し変更後は341円に、 700ml は990円が1089円に、 1.8 リットルペットが2398円が2640円、 2.7 リットルペットが3421円が3762円に、最も大容量の4リットルペットが4873円から5357円。続いてサントリーレッドです。 180ml が328円から363円、 640ml ボトルが972円から1067円、 1.92 リットルペットボトルが2676円から2948円に、2.7 リットルペットボトルが3582円から3938円に、ハイエンドサイズの4リットルペットボトルは5066円が5577円に値上げとなります。そして国産ラストを飾るのがサントリーホワイト、 640ml ボトルが1291円から1551円に、 1.92 リットルペットボトルが3523円から4224円に、2.7 リットルペットが4792円から5753円に、こちらも容量としてはハイエンドとなる4リットルペットボトルが6780円から8000円オーバーの8140円となります。いかがですか？かなりの値上げ幅、驚きじゃないですか？特に今回個人的にびっくりしたのが下ですね。下なんと2000円アップですよ。もともと4000円だったものが6000円になるわけですからね。税込みだと6600円ということで、4400円が6600円。この値上げ幅かなり強気だなと思いましたね。昨年度山崎白秋と同時に値上げした時はそこまで値上げ幅大きくなかったんですけれども、今回は下の値上げ幅が非常に大きい。そしてあとはやはり何といっても山崎25、白秋25、響き30の強烈な値上げ幅、もう倍で効かないんですもんね。まあ確かにですよ、まあ売ってないですし、なんならもうプレ値でしか売ってない、主販店ですらもうプレ値つけて売っちゃってるような状況で、この値上げ果たしてどうなんだというところはあるんですけれども、なんかもうね、転売屋にリザヤを取られるぐらいならもうメーカーであるサントリーがそこ取りに行こうじゃないかみたいなところも見え隠れするような気がするんですよ。まあ、そういった形でですね、これからまあ先々この2024年の4月以降のサントリーのこの銘柄ですよね、実際少しちょっと冷え込むのかなと思ったりはするんですけども、とはいえそれまでのかなり熾烈な争奪戦が繰り広げられるんじゃないかなと思って、かなり個人的には危惧しております。いや、我々も手に入れるのにかなりこれから先ちょっとしんどいんじゃないかなってね、もう本当思ってるんですけども、いやでね、まあまあ国産本当非常に難しい舵取り今迫られてるなっていうのは、まあ皆さんもご存知の通りだと思うんですけれども、じゃあそれにさらにプラスしてここからですね、スコッチウイスキーやバーボンウイスキー、そしてまあカナディアンにアイリッシュ、サントリーが保有する海外ブランドのウイスキー、そこの値上げについて見ていきたいと思います。今回サントリーが値上げを発表したブランドはマッカラン、ボーモア、ラフロイグ、バランタイン、グレンフィディック、ティーチャーズ、メーカーズマーク、オーヘントッシャン、カネマラ、カナディアンクラブ、アードモアとなっています。その中でもモッサンの目に留まった銘柄をいくつか紹介していきたいと思います。まず最初に目に留まったのはティーチャーズですね。今回ハイランドクリーム、やはりセレクトは終盤になっているためリストにはありませんでした。ティーチャーズが 700ml 1540円から1771円に、そしてバランタインですが、こちらの長熟がかなり厳しい様相を呈しています。ハイエンドの30年は9万6800円だったものがついに10万オーバー11万6160円になりました。そしてラフロイグですが、ラフロイグはセレクトと10年なんですけれども、特に注目すべきはラフロイグ10年7084円が8000円オーバーの8151円に、そしてラストを飾るのはやはりこちらマッカランですね。マッカランは比較的購入しやすい12年でもかなりの値上げ幅で、現行価格が1989円なんですけれども、変更後は13750円に、
長熟はさらに厳しく、インパクト絶大の30年は38万6496円がびっくり価格60万5000円に、恐ろしい値上げとなっています。いかがですか。海外ウイスキーの方もですね、かなりの値上げ幅なんですけれども、とはいえですね、今回紹介したのはですね、サントリーの正規輸入品のまあ値上げリストということなんで、まあ、並行輸入品の方はですね、少しまあ低くなるかなと思うんですけども、それでもやはりこちらのサントリーの公式の値上げの影響はある程度受けると言わざるを得ない部分はあるかと思います。ですので、まあでも本当マッカランなんかはね、もう本当ブラントンかマッカランかっていうぐらいにはもうガンガン値上げしてますよねっていう感じで、まあ、正直なところね、今回の値上げでなんとまさかのね、こうマッカランさんは30年が60万円オーバーですか、もはやなんか飲み物の値段じゃなくなってきてるんですけれども、まあ、とはいえですね、まあ我々国産ウイスキー専門店としてやっている中でですね、何よりやはり痛いのがその国内ウイスキーの値上げです。皆さんもちょっと勘のいい方ならピンときてるかもしれないと思うんですけれども、山崎12年や白州12年の値上げが、まあ、1万6500円になるということはですね、来年度の山崎リミテッドエディションや響きブロッサムハーモニーの値段はですね、おそらくそこに置かれることになるんじゃないかなと思うんですよね。つまり来年度の山崎リミテッドエディション2024や響きブロッサムハーモニー2024はおそらくですけれども、メーカー希望小売価格としては 16,500 円に大幅値上げとなる可能性がすでに考えられる状況となっています。というわけで今回はですね、サントリーさんの値上げ発表を受けて緊急で動画を撮らせていただきました。かなりモッサンも焦っております。そして何よりですね、これに他のメーカーが追随するんじゃないかっていうところが非常にね、我々としてはもう一番心配なところだと思うんですよね。この1年間ちょっと日課さんの動きが静かでですね、まあ値上げに追随するのかどうなのかというところすごく気になるんですけれども、ここね、日課さん耐えていただきたいなと思いますね。もう我々としては非常にこう、ここからまだ余市や宮城京だブラック日課が値上げだってなると非常に厳しいところですのでね、なんとかサントリーさんを追いかけることなく、ここは踏ん張っていただきたいなと思います。さすがにですね、今回の値上げ我々非常に危機感を持っております。かなり市場的にはサントリー離れが進むのではないかなと思う一方で、なんかね、こうサントリーさんがもう国内市場ではなく海外市場にすごく目を向けているような気もします。ですから値上げをしても海外に軸足を置いているがゆえの値上げなのかなとも同時に感じたりもしました。今回の動画がですね、良かったなという方、いいね、チャンネル登録、コメントをぜひぜひよろしくお願いいたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。モッサンハイボールクラブでした。